紹介試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえない時は手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。2010年第1回日本語能力試験懲戒 N3 これから N3 の 懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1番デパートで女の人が父親の誕生日プレゼントを母親と選んでいます女の人はどのセーターを買いますかねえねえお母さんお父さんってどんなセーターが好きだと思うそうねえ首の周りは空いてる方が楽だって言ってるわね え、そうなの色は白と黒、どっちが好きそうね黒はあまり好きじゃないみたいねじゃあこれにしよう女の人はどのセーターを買いますか 2>, 2番。プールの受付で、男の人が係の人と話しています。この後、男の人はいくら支払いますかこちらのプールを利用したいんですが。初めてですかはい。それでは、利用カードをお作りしますね。プールをご利用になるときは、利用カードを見せて、 400円払ってください。本日はカード代の200円もお願いします。わかりました。それから、泳ぐときには水泳用の帽子が必要で、こちらは100円でお貸ししています。あ、帽子はあります。あ,あ、そうですか。この後、男の人は、

あ、もしもし、鈴木です。先週のパーティーに来てくれてありがとう。ところで、あの日、うちに帽子忘れていったでしょう。今度送るので、住所教えてもらえるあ、でも、今、ファックスが壊れてるんで、メールでお願い。あと、パーティーの時の写真もできたので、一緒に送るね。じゃあ。 またねメッセージを聞いた人はこのあとをしますか 4番大学で男の学生と先生が今日の研究会の準備について話しています男の学生はこの後何をしなければなりませんか先生研究会のポスターは会場の建物の入り口と正門に貼っておきましたがその2箇所でよろしいでしょうかああ ありがとう。それで大丈夫でしょ。あとは次の研究会の案内を配らないといけないからコピーしておいて。それから発表者のための飲み物ですね。飲み物は昨日買って冷蔵庫に入れておきました。あ、ありがとう。コピーは何部くらい必要でしょうかそうですね。二十部お願いできますか会場のパソコンは 私の方でセットしておきますから、コピーが終わったら会場に持ってきてください。はい、わかりました。男の学生は、この後、何をしなければなりませんか 5番。男の人と女の人が話しています。男の人は、これからどうしますか今朝、ラジオを聴いてたら、懐かしい曲がかかっててね。へえ、なんて曲なのそれがね、どうしても思い出せなくてね、気になってしょうがないんだ。大学時代によく歌ってたんだけど。ずいぶん前の話ね。 じゃあ、そのラジオ局に電話して聞いたらわかるんじゃないうーん。でも、なんて聞けばいいだろう。歌が歌えればいいんだけど。そうね。あ、そのラジオ局のホームページに曲名が載ってるんじゃないかな。あ、そうだね。ありがとう。男の人は、 これかか。らどうしますか6番。会社で男の人と女の人が話しています男の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 課長、田中さんから電話がありまして、熱があって今日はお休みだそうです。ああ、そう。最近忙しかったから。あ、明日田中さんと二人で光電気の会議に出てもらうことになってましたね。その準備はどうなってますか私の方の準備は終わっています。田中さんは家でやるって言ってました。そう。 じゃあ、田中さんに電話して、書類ができているかどうか、ちょっと聞いてみてください。もしまだだったら、すぐに準備してもらえますかはい。それから、明日来られそうかどうかも聞いてみてもらえますか無理そうだったら、悪いけど、一人で行ってくださいね。はい、わかりました。 男の人はこのあとまず何をしなければなりませんか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。 その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番。留守番電話のメッセージを聞いています。加藤さんは何時頃着くと言っていますか加藤さんです。 きょう4時半に田中さんと3人で会う約束でしたが1時間ぐらい遅れそうなんです事故があってもう30分も電車が駅に止まったままでさっき連絡があったんですが田中さんは授業が早く終わったんで4時には着くそうですすいませんとにかく急いで行きます 加藤さんは何時ごろくと言っていますか 2>, ?2 番女の人と男の人が話しています男の人は今どのスポーツをしていますか ねえ、田中くんサッカー好きうんボールを使うスポーツっていいよねサッカーとかバスケットとか山田さんは私私も小さい頃からサッカーが好きで今でも時々見に行くのよそう何かスポーツしないのうんスポーツは見るだけ田中くんは 何かスポーツしてる僕は高校時代テニスをしてたんだけど最近は卓球をしてるんだやってみたら結構面白くてねへえそうなんだ私もやってみようかな男の人は今どのスポーツをしていますか 3番男の留学生がお世話になった人と話しています留学生は何が最高の思い出だと言っていますか いろいろお世話になりました。短かったけど楽しかったわ。僕もです。作ってくださった料理はとても美味しかったです。それに、日本の習慣もいろいろ教えてくださって、ありがとうございました。こちらこそ。マイクさんには子供と遊んでもらって。僕には兄弟がいませんから、忘れられない最高の思い出になりました。 寂しくなりますね。また遊びに来てくださいね。はい。ありがとうございます。帰ったらメールで写真を送ります。ありがとう。じゃメール、楽しみに待っていますね。留学生は何が最高の思い出だと言っていますか 4番男のアナウンサーが女の人にインタビューしています。女の人はどうしてこのグループのコンサートに来ましたか あの、南テレビですが、ちょっとインタビューいいですかあ、はい。このグループのコンサートには、よくいらっしゃいますかそうですね。時々来てます。このグループの歌、私は、まあ、悪くないかなーくらいなんですけど、とにかく友達が毎回一緒に行こうって言うんで。お友達はこのグループのファンなんですか CD 全部持ってるんですよ。歌も好きみたいですけど、とにかくグループのリーダーに夢中で、部屋中に彼のポスターがあって、それにダンスが最高って言ってます。なるほど。そうですか。どうもありがとうございました。女の人は、 どうしてこのグループのコンサートに来ましたか5番スーパーで店員がリンゴの説明をしています。リンゴはなぜ安いのですか さあ、安いよ、安いよ。このリンゴ、今日は特別、一つ50円です。安さの秘密は表面の傷。虫に食べられた傷じゃありませんよ。このリンゴ、先日の台風で落ちてしまったリンゴで、表面に多少の傷や汚れはありますが、味は普通のリンゴと全く変わりません。それに、 薬を使っていませんから安心ですよ。さあ、いかがですかリンゴはなぜ安いのですか 6番夫婦が話をしています女の人が遠くのスーパーに行くのはどうしてですか 今日、花子、喜んでたよ。お母さんに猫の形のパンを買ってもらったって花子あのパンが大好きなんだけど遠くのスーパーにしか売ってなくて近くのスーパーの方が何でも安くていいんだけど君が最近遠くのスーパーに歩いていくのは健康のためかと思ってたよ本当は花子のためだったんだね うーん、そういうわけじゃないんだけど。ほら、花子に、後で猫のパン買ってあげるからねって言うと、買い物している間、おとなしくしていてくれるんだ。あ、はあ、なるほど。そうすれば落ち着いて買い物ができるんだ。そう。小さい子が一緒だと、ほんと大変。 女の人が遠くのスーパーに行くのはどうしてですかここでちょっと休みましょう。 では、また、続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に、 質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 女の人が友達のうちに来て話しています田中ですあっはーい昨日友達が泊まりに来てたんで片付いてないけど入ってあでもここですぐ帰るからあのー、この前借りた本なんだけど ちょっと破れちゃって。え、本当うん。このページなんだけど。ああ、うん。このくらいなら大丈夫。読めるし。本当ごめん。これからは気をつけるから。うん、いいよ。ねえ、入ってコーヒーでも飲んでいかないありがとう。女の人は、 友達の家へ何をしに来ましたか ?1、謝りに来た 2>, 2、本を借りに来た3、泊まりに来た4、コーヒーを飲みに来た最も良いものは1番です。回答用紙の 問題3の例のところを見てください。最も良いものは一番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。一番女の人と男の人が話しています。 あの、お願いって何でしょうかあの、田中さんは歌やピアノを教えていらっしゃるって聞いたんですが、実は来月、知り合いの結婚式があって、私がピアノを演奏して、友達が歌を歌うことになったんです。でも、私そんなにできるわけじゃなくて困っているんですが、あの、お時間のある時に、 教えていただけないでしょうか。男の人は女の人にどのようなことをお願いしていますか ?1。1> 結婚式で歌ってもらうこと。2>, 2。結婚式でピアノを弾いてもらうこと。3。 歌を教えてもらうこと。4、ピアノを教えてもらうこと。2>, 2番、アナウンサーがスーパーからリポートしています。 こちら、スーパーの野菜売り場です。ご覧ください。珍しい野菜が並んでいますね。この黄色いの、何だと思いますか形はキュウリですが、ちょっと、いただきます。うん、キュウリの味です。美味しいです。実は、技術が進んで、 簡単に野菜の色を変えられるようになったそうです。面白いですね。ところが、このような野菜はあまり売れていません。値段は普通の野菜と変わらないのですが、やはり美味しそうに見えないのでしょうか。それが原因かもしれません。アナウンサーは、 何についてリポートしていますか ?1、面白い形の野菜 <S 2, 2、珍しい色の野菜3、変わった味の野菜4、値段の高い野菜 3番中学生の男の子が友達についてスピーチしていますよくみんな友達は多ければ多いほどいいって言いますよね僕は前からそのことに疑問を感じていましたどうして友達がそんなにたくさん必要なのかわからないのです数は少なくてもお互いに 心を開いて何でも話せるような付き合いをするのが理想的なのではないでしょうか。友達が多いと一人一人としっかり向き合うことが難しくなると思います。男の子はどんな付き合い方がいいと言っていますか ?1 多くの友達と 浅く付き合う。二、多くの友達と深く付き合う。三、少数の友達と浅く付き合う。四、少数の友達と深く付き合う。 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 1番 1> 会社で後輩が先に帰ります後輩に何と言いますか1お世話になりました 2, 2お疲れ様3お先に失礼します 2番。前の人のハンカチを拾いました。何と言いますか1。ハンカチ、どうぞ。2。2> ハンカチ、いりますか3。ハンカチ、落としましたよ。 3番、辞書を忘れたので、クラスメートに借りたいです。何と言いますか ?1、1> 辞書、貸してくれない 2>, ?2、辞書、貸しましょう。3、辞書、どうですか 4番、自分たちの写真を撮ってもらいたいので、近くの人に頼みます。何と言いますか ?1、1> 写真を撮っていただけませんか 2>, ?2、写真を撮らせていただけませんか ?3、写真を撮ってもいいですか 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では、 練習しましょう。例<イ>私、試験勉強あまりやってないんだ。今から頑張らなきゃ。1うん、頑張るつもり。2, 2そう、よく頑張ったね。3 これから頑張ればいいよ。最も良いものは3番です。回答用紙の問題5の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。 1>, 1番、コーヒー、もう一杯いかがですか ?1、1> 結構だと思います。2、おかげさまで。3>, 3、いただきます。2>, 2番、 いつ日本にいらっしゃったんですか ?13 ヶ月前に参りました23年の予定です3来年の3月までいます 3番、お久しぶりです。お元気ですか ?1、1> 結構です。2>, 2、お構いなく。3、おかげさまで。4番、 風、どう治った一。そう、お大事に。二。まだ調子悪くて。三。風邪ひいちゃった。五番。 あのー、明日のテスト、どうしても受けなくちゃいけませんか ?1、1> 受けられますよ。2>, 2、必ず受けてください。3、明日の方が良かったですか 6番この仕事ぜひ私にやらせてもらえませんかええお願いします。そう言わずに頑張ってください。3> 3じゃあ引き受けましょう。 7番、ねえ、田中くんのこと、を聞いた ?1、そうなんだ。2、2> 何かあったの 3>, ?3、そんなことないよ。 八番、すいません、部長。この書類、見ていただけませんか一、ご覧になってください。二、会議の後でならいいですよ。三、すぐに見せましょう。 番明日3時にお伺いしてもよろしいでしょうかそうですか伺います。2> 2よくいらっしゃいました。もう少し早く来られませんか